葬式岡山県みなべ町で梅の仕事をしております勝俣農園です。こんにちは。キュンです。梅にキュンです。こいつは人を殴る悪魔や。今から、6月7月に収穫して塩漬けした南高梅を揚げる作業からハウスの天日干し、ハウス干し、梅干しになるまでの過程を撮影していきます。担当が山本雄大原料担当でここにもやってくるんですけど西野博光さん。西野です。上手。この梅が、2020年度に社農園で採れた 3L サイズの梅になってます。で、カットビの方で紹介させていただいている 5L サイズの梅っていうのは今ちょっともう全部揚げてしまってないんですけど、今ちょうどタンクにつけてるような調味料の方の、きれい 5L サイズはやっぱり気温の加減もあって大玉と言われる部分は大玉のものから順に夏から干していくような形になっているので、今ちょうど2月からこれから3月にかけてちょうど気温も上がってきているので 3L サイズをこれから干していくな。で、この塩梅酢から揚げたものを水洗い洗浄でゴミなどが入っている場合もありますので、ここで第一洗浄をいたします。その時にゴミなども取ったりしていきます。一応自分らで埋めつける時もあると思うんですけど、塩から揚げたものを一度干す前に水で洗う方が塩角が取れるというかまろやかになるような気がしますね。細かい塩が吹きますもんね。が多いかな。これは完熟梅なんで収穫の時に一緒に入ってきた葉っぱとかが混ざってることがあるんで、一度この水での洗浄の時に取り除くような形になっています。水より梅酢の方が冷たいもんね。手袋してなかったら指の感覚なくなるよな。そうです、もう氷水でつけてるような感じなんで、手先がパンが強いんで手の荒れる方はやっぱり皮剥げたりとか。これで一度ハウスの干す作業へ行きます。きれいやな。ハウス行きまーす。あ、ハウス移動してきました。これで今だいたい何日ぐらいかかります？こっから今日から1週間、天気次第ですけど10日ぐらいかかる？そんなかからんかぐらいか。ハウスこれでだいたい400枚ぐらい。いつもこれにみっちり入ってるな。400枚ぐらい。な4分ぐらい戻すからと1回で入れ替えて4分感じやな。あ、谷口さん。あ、どうも。こんな。ラップは狂気です。